皆さんこんにちは。今回は東京都多摩市の長山をご紹介します。長山は多摩ニュータウンの第一次入居地区。1970年代にたくさんの人たちが新しくできた団地に引っ越してきました。現在も長山は人気のある居住地ですが、町開きから50年が経ち、住民の高齢化と建物の老朽化の問題を抱えています。そこで自治体は今、日本最大級の大規模な団地リニューアルを行い、高齢者も子育て世代も住みやすい町の再生を進めています。今回の動画では多摩市内で居住者が最も多い長山が抱えている問題とニュータウン再生計画について説明します。ご説明する順番は、長山駅の暗黒時代、多摩ニュータウンの課題、駅前の再開発計画、長山団地の現状と再生計画、諏訪団地の現状と再生計画です。小田急多摩線と京王相模原線が乗り入れをしている長山駅。実は小田急、京王とも長山駅を開業しても採算が取れない可能性があると考え、1971年の町開きに合わせての駅の開業を見送りました。そして駅が開業されないまま入居が始まったため、当時住民はバスを利用して聖蹟桜ヶ丘駅に出ていたそうです。長山駅が開業したのは町開きから3年後の1974年。しかし運悪くオイルショックのためにニュータウンの住宅需要が落ち込み、京王、小田急とも当初見込みの客数を大幅に下回ってしまいました。1974年の利用客数は京王が約1800人、小田急は約1000人。長山駅の利用者が増え出したのはそれから10年後の1985年頃からです。長山地区の代表的な団地は長山団地と諏訪団地です。長山団地と諏訪団地は昭和46年の町開きに合わせて一斉に建設が始まったため、現在の耐震基準を満たしていない分譲マンションが多いのです。また間取りや設備が画一的で現代の住宅ニーズから乖離しているため、新規の入居者が思うように増えません。長山団地がある長山3丁目と4丁目の住人の5人に2人が高齢者になってしまいました。そこで動き出したのがニュータウン再生プロジェクトです。このプロジェクトでは老夫婦や独居老人向けの団地と子育て世代向けの住宅を分けて開発していきます。長山団地は高齢者向けの賃貸マンションへの建て替えと住人の新しい団地への転居、諏訪団地は子育て世代向けの分譲マンションに再生させます。それでは駅を出て長山団地、諏訪団地の現状と再開発計画の状況を見ていきましょう。長山駅の南口には長山の象徴ともいえる商業施設グリナード長山があります。1974年にオープンしたグリナード長山は多摩ニュータウンで最初にできた複合商業施設です。駅前広場の先にあるのは1997年にオープンしたベルブ長山。公民館や多摩市立長山図書館が併設されています。長山の商業施設といえばこの2つだけ。駅周辺に大型の商業施設がいくつもある多摩センターやアウトレットモールがある南大沢と比較して商業施設が少ないという欠点がありました。また駅の周辺は南東で20メートルの高低差があり、動線も分かりづらいという問題があります。長山再生プロジェクトでは歩道の整備とバリアフリー化、
駅と住宅地をつなぐペデストリアンデッキの設置、そして交通広場の拡張を行います。ベルブ長山の南側に隣接している長山北公園、長山駅から見るとこの公園は南側にあるのですが、長山団地からは北側なので北公園と名付けられたのだと思います。2015年に整備された長山北公園には、長山団地に住む高齢者のためのスロープが設置されています。それではこの公園の先にある長山団地から見ていきます。長山団地は880戸の分譲住宅と3300戸の賃貸住宅を合わせ持つマンモス団地です。駅に近い方から2街区、3街区、4街区の3つのエリアに分かれています。2街区は駅から5分ほどの場所にあるのですが、3街区、4街区は駅から離れた高台にあるため、高齢者にとっては歩くのが大変です。4街区の建物は現在、外壁の修繕工事が行われています。こちらは4街区にある商店街です。24時間営業のスーパーグルメシティにはそこそこお客さんが来ていましたが、他の店舗の半分ぐらいはシャッターが閉まっていました。商店街の近くには保育園や公園があり、子どもたちが遊んでいます。長山団地は高齢者向けの賃貸マンションとしてリノベートするとともに、高齢者が住みやすい団地を新たに建設し、転居を進めていきます。そして住人の転居先として諏訪団地を解体し、長山3丁目団地と諏訪5丁目団地を建設しました。こちらは西長山中学校の跡地に建設された長山3丁目団地です。近くには商店街がなく、また駅までも遠いため、車がないと生活に不便な場所です。長山3丁目団地から徒歩1分の場所にある雨竜緑地、団地に暮らす人たちのくつろぎの場所になっています。こちらも長山団地に住んでいた高齢者の転居先として中諏訪小学校の跡地に建設された諏訪5丁目団地です。団地の前には小学校の校舎を利用して建てられた多摩市立教育センターがあります。教育センターでは高齢者と児童の福祉サービスを行っています。続いて諏訪団地について説明します。諏訪団地は現在の建物を解体し、子育て世代を対象にした分譲マンションに生まれ変わります。こちらは多摩ニュータウンで最も早く1971年に入居が開始された諏訪2丁目住宅の解体現場です。こちらは2013年に諏訪団地の跡地に建てられたブリリア多摩ニュータウン、全7棟1249戸の大型マンションです。ブリリアは子育て世代が対象ですので、敷地内にはカーシェアリングの駐車場、公園、コンビニ、保育園なども完備されています。建て替えによって30代のファミリーが多摩市外からたくさん転居してきたそうです。
最後に長山駅の北側について説明をします。北口を出るとすぐパチンコ屋さん、ボーリング場、そして健康ランドが目に入ってきます。駅の北側はニュータウン開発以前から集落が広がっていて、狭い土地を持つ地権者がたくさんいたため開発計画から外されました。よって区画整理や計画的な住宅の建設はほとんど行われていません。長山駅の北側はこれからのエリアと言えるでしょう。町開きした当時、長山に引っ越しをしてきた人たちは今80歳前後です。一方、長山地区の団地に新たに転入をする20代、30代の方も少なくないため、今後高齢者と子育て世代の二極化がますます進むことが予測されます。住民を高齢者と子育て世代に分けて、それぞれの暮らしやすさのための大規模な整備を行う長山のニュータウン再生計画は、他のニュータウンのモデルケースになるかもしれません。